今日は特別ゲストをご招待しました。Nコ答えられない。ダダーン、Nコだよ。今日は特別ゲストをご招待しました。その方は普段一緒にネットフリックスで働いている同僚です。プライベートでも仲良くさせてもらっているのでなんだか照れちゃいますね。それではなおさんよろしくお願いします。はじめまして、Nコと一緒にネットフリックスで働いてますなおです。改めて来てくれてありがとうございます。ありがとう、呼んでくれて。普段からNコの活動は見てますか？応援してるよ。もう本当に最初から応援してる。いやー、なんかなおさんにこうやって一緒に動画をまさか撮るのはすごい恥ずかしいんですけど、あのダダーンのポーズ一緒にやってもいいですか？せーの、ダダーン。大丈夫？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日は改めて私の同僚にネットフリックスや好きなアニメについていろいろとインタビューしてみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。今回質問する内容はスタッフさんに用意してもらいました。私もなおさんと一緒に答えていこうと思います。はい、改めてなおです。よろしくお願いします。ネットフリックスでは PR のお仕事をしています。Nコの、アニメのプロモーションとかと似てるかもしれません。ネットフリックスの親善大使かなと思ってます。今日はよろしくお願いします。ネットフリーアニメ部のマネージャーをやっていまして、ネットフリックスのアニメ作品を一人でも多くの方に見ていただけるような活動をしています。入社したいと思ったきっかけは以前動画でもお話しさせていただいたんですけど、私はデビルマンクライベイビーを、冬休みに、一気見して入社しなきゃって思いました。ナオさんはなんで入ろうと思ったんでしたっけ？私もすごい作品が好きだったっていうのは大きいかもしれないです。いろんな作品をネットフリックスで見てて、海外ドラマとかあとは相乗りのリブート版とかもあったので、そういうものを、ネットフリックスで見てた頃にこういう機会があったので、すごいいい機会だなと思って、なんか運命感じちゃいました。内定もらえたらデビルマンクライベイビーの名刺入れを買いたいなと思って。で今もそのデビルマンの名刺入れ使ってるんですよ。そうなんだ。そうそうそう、見たことないよ。なんか赤い真っ赤の名刺入れ使ってる。そうなんだ。そうなんだ、記念のものだね、うん、じゃあね。接点、職場では実際そんなに接点ないかもしれないですね。会社の外で遊んだりとかするよね、なんか大きな部類で言うと一応同じ部署、あとそれこそ大きいイベントアニメジャパンとかだったら一緒にその場に現場にいるって。知り合ったきっかけは入社する前に共通の知り合いがいて、なおさんっていう子がだいたい N 子と同じ世代で先に入社してるからいろいろ聞くといいよみたいな感じで紹介してくれて、でそこから仲良くなったっていう感じです。確かにそうでした、そうでした。共通の知り合いたくさんいますよね。うん、今日もここにね、なんか準備してる時にすごい銭湯の話とかサウナの話で盛り上がったよね。そう、私はお風呂とか岩盤浴が好き でサウナはちょっと苦手なんですけど、でも全然決まれるんですけど、そうスタッフさんにめっちゃサウナ好きがいて、もうずっとなおさんとスタッフさんがサウナのことについて熱く語ってて、私は横でふーんって思いながらちょっとごめん、聞いてた。Nコより仲良くなってそうそう、サウナの絆が生まれてしまって。ちょっと私は普段そんなにアニメ見てないんだけど、最近はアグレッシブレツコのシーズン4を見ました、最後まで、あっという間だった。全部サクサク見れちゃって一気見ってやつだね。まだ見てないんだよね。見
見てほしい、本当に見てほしい。もうなんか私もその一気見したいから撮っておいてるっていう。あ、気持ちわかるそう、だもうハイダ、はい、ハイダがどう動くか。ハイダがね、ちょめちょめしちゃうのよ、今回そうで、私のあの奈緒さんにさっき話聞いてて、なんか私の大好きなただの社長が今回も活躍するらしく、らしいので、いやすごい楽しみ。あのシーズン3にあの比較してもかっこよくなった。おお、うん、いやもうただの社長と恋愛したいどういう願望、どういう願望の話してるよ新しいオフィスに引っ越したんですよ、今年、8月頃。その時まだあんまり出社もしてなくて、でようやく最近になって、まあ、ちょこちょこ出社するようになって、で思ったのが広すぎ、広い、広すぎて、あとなんかちょっと迷路っぽくなってたりしてて、もう会議室がどこにあるのかもわかんないし、あとトイレが遠いそれね、一番悩んでます今トイレとの距離と、あとカフェテリアとの距離の絶妙な位置に座るっていうのが最近の流行り盆栽、あ、盆栽もある、盆栽もある、盆栽いっぱいある。しかも大きい盆栽ね。そう、うん、元気そうな盆栽。えぬこいくら？なんか答えづらいな、なんか答えづらい緊張してたから急になんか可愛くなったっていうえぬこ答えられないでも社長とかはどうなの、羊何頭ぐらい飼えるとかないの？今流行りのなんか羊を宇宙に連れていくことぐらいいけるんじゃないかなもちろんいやめちゃくちゃ見るよね、うん、あと N 子と私も結構同じようなの見てたりするよね。まあ恋愛サバイバル番組、いろいろ見ることで勉強になるし、うん、なんか今あこういうの流行ってるんだとか、こういう脚本家さんの人が流行ってるんだとか、なんか常にすごい勉強になるから、うん、あのなんかあんまり限定しないで見るようにしてるかも、うん、だけどなんかあえて好きなものをすごい追求して見ていったら、なんかどんどんエンタメのこと好きになったし、なんかそういう意味ではあのテレビも含めていろんな作品これからも見たいなって、うん、そう、なんかそれこそその私とかは、まあ、それこそ YouTube とか映画、ドラマ、アニメに限らず、いろんな形のエンタメ、まあ、仕事で結構いろんなコンテンツ見なきゃいけない時もあるんですけど、それ以外はなるべくいろんなジャンルのエンタメに浸かりたいなっていう感じです。まあ、私の日本語弱いエピソードはあるよ。そう、たまに本当にエヌコ可愛くて言い間違いするんですよ。結構ネットフリックスって会議によって言語が変わったりするんですよ。で、英語の会議だったり日本語の会議があったりするんですけど、頭の中がもうぐちゃぐちゃになりすぎてもうなんかどの言語も発せないみたいな感じの時に、なおさんが私のお家に来てた時にお皿みたいなのを出して、で、なおさんが、あ、それ、あの、そのお皿かわいいね、みたいなこと言ったら、あ、これ、あの、友達の結婚式で出た吹き出物って言ったんですよ。あの、友達の吹き出物みたいな感じで言っちゃって、で、なおさんが、いや、さあ、引き出物だよって。ちょっと笑って声出なかった、その時、本当に。引き出物って言おうとしたのかなみたいな。え、なんだろう。いろいろあるけど。私でも結構その恋愛リアリティ番組とか好きだから、あの、ラブイズブラインとかすごい楽しみにしてるんだけど、出たら思ってます。まあ、確かに壁を一枚ね挟んで、その見た目にとらわれない恋愛をするっていう番組なんですけど、バーチャル社員でも恋愛できるかなっていう
観点で出演できるかもしれないですね。いや本当そう、すごい楽しみ。いやもう前代未聞ですよね。前代未聞。あとはやっぱエネコが苦手なことにチャレンジするとか克服するとかなんかそういうのやんないって思ってるんで、まあちょっとビビるじゃないですか。だからお化け屋敷とかね、やってみたらどうなの、はい、と言いつつ私はすっごい嫌いなんだけど、お化け屋敷。じゃあその時は一緒に。あ、大丈夫大丈夫大丈夫一緒に。あとは漢字ですか。漢字ね。あ、でもそれはもうね、今すぐにでもやってほしい。引き出物って漢字で書けますか。漢字なんてあるんですか。そこです。今日はなんかネットフリックス社員としてお互いカメラの前にいるからちょっと緊張したかも。でも呼んでもらってありがとうございました。なんかN子にこうやってちゃんと会えるのもすごい楽しいし、もう N 子を支えてるスタッフのみんなが本当に素晴らしい。それが一番感動した。こうホッとするというかちょっとドキドキするところもあったんだけど、あのいつもあのお仕事終わった後に会う N 子と今ここにいる N 子も同じ性格だし、同じこのゆるゆるした感じだから、あのこれからも楽しい企画をすごい楽しみにしてます。なおさん来てくれてありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。またねー。